はい、こんにちは、勝間丹です。さあ、ということで本日2021年4月8日木曜日から4月21日も水曜日までセカンドプラネットカップということで開催されております。はい、でセカンドプラネットカップなんですけども、プラネットポイントによってランキングが決まると。で期間終了時の順位に応じてアイドルフレーズがもらえます。1位はいつも通りプリンセス、2位から500位がトップアイドル、プラネットトップアイドル、そして501位から1000位がプラネットスターということで、であと、アバターパーツも1位から1000位だとアクセサリーもらえたり、1位から1万円だとこのアクセ、1位から2万円までだとポジティブロングテールという、で1000円以上にはシャドープラネットドレスのパーツをプレゼントで、クラスアッププレゼントということで、今まで通り CBA とクラスがありまして、ここにも書いてあるんですけども、ヘアカラーのミルクティーブラウンっていうのがもらえるんですね、クラス A だと。でアイドルフレーズの月のお姫様っていうのももらえます。ただ、クラスが上がるには条件がありまして、クラス C に上がるにはまずポイントが800ポイント以上で、勝利が2回勝つことが2回、クラス B が5000ポイントと勝利数が12、クラス A はポイント数が1万1000の勝利数28ということで、まあ、だいぶやっぱプレイしないと、プレイして勝たないとダメということになっております。なのでね、今日からまた第3弾が22日からなので、だから第3弾になる前の21日までってことですね、前日まで。なのでガチでやっていきたいと思います。精度が悪い、めっちゃ精度が悪い、久しぶりでパーフェクトが全然出ない。なので、1000位以上を目指してね、またやっていきたいと思います。まあフルコンボをすごく難しいのレベルでフルコンボを決めると250もらえるんですね。で他にもいろいろもろもろポイント加味するとだいたい600前後プラネットポイントがもらえます。なのでまあ最後ね、このままフルコンボでして見ててください。はい、ということで勝利もちろんしまして、強さボーナス、難しさボーナス、完全勝利ボーナス、フルコンボボーナス、新曲ボーナスということで630ポイントですよね。あと連勝ボーナスってのもあって、連勝してると10ポイント、20ポイント、30ポイントとどんどん増えてって、連勝ポイントが一番結構でかいかもしれない、差がついてくる。であと曲なんですけども、今第2弾の段階でこれで1位って出る、今日初日だから、まあまだ次のプレイで出るんで、次のプレイでクラスも上がるんで見ててください。さあ、ということで2回目でございます。さっき言いそびれてたんですけども、曲をねどれにするか、まあまあやっぱり危ね、やっぱり自分が一番得意な曲をやってフルコンボ出せる曲をやるのが一番いいんですけども、時間効率、時間のことを考えると曲によってね時間が本当にちょっとずつ違います。でこれ俺全部計算したというか測ったんだけど、次で言うね、ハッピーアイカツが2分10秒、ブルーミースマイルが2分5秒、キラリパーティータイムが2分10秒、フライング TIPS が2分6秒、レディレディレディが2分10秒、
またまた下が2分9秒、マジカルドアが2分7秒ということで、一番短いのがグルーミースマイルと、まあでもすごいですよね、だいたい2分10秒前後で曲が終わると、ブルーミースマイルだけ2分5秒なので5秒短いんですよね。だからいっぱいやりたいんだったらブルーミースマイルをやるのが一番いい。でもそうは言ってもね、ブルーミースマイルは結構難しいからね、ミスりやすいんで、結構早いしね、テンポが。ではこのレディレディレディが一番簡単だと思います。はい、ということでメルリ軍団の大勝利ということで、はい、650位になりましたね。逆転ボーナス、この逆転ボーナスってのも別に全部勝ってるのにどこで逆転っていう判断になってるのか分かんないんだけど、多分パーフェクトを最初出さないでベリーグッドとかグッドだけ出してて、途中からパーフェクトを出して勝ってるから逆転なのかなっていう気持ち。さあこれで A プラ2回勝って800ポイント以上になったのでクラスが上がりました。で、もらえますね。今もう変わっちゃいましたけど、次のプレイで分かります。順位やっぱ出ないね、まだね。さあということで、クラス C になったのでもらえたものがあると思いますので見てみましょう。長いね。はい、セカンドプラネットカップに参加というアイドルフレーズがもらえます。グラデーションムーン、すごいね。あ、もう一個見るの忘れた。まあでもいや変えてみよう。あ、1位やっぱ出てる。2回やったら出る。あ、イメチェンチケットを使わずに見れますね。まずアイカラーですね。はい、こちら。うわ、絶対やだ。あ、アイカラーだけか、まだもらえてるのはね。それとあれか、アイドルフレーズがもらえるだから。だから B で C、A とまだもらっていきましょう。さあ、さあ上がってないけど、さあということでプラネットポイントが5000を超えたのでクラスが上がるはずなんだけど、まだか、勝利数が足りてない。さあプラネットポイントゲット、よし、勝利、クラスアップしました。勝利数が足りましたね。5000ポイント以上はいってたんですけども、勝利数が足りなかったんでようやく。さあもらえるものがあるんで見てみましょう。さあアイドルフレーズだっけ、違うか、もらえない。あ、アイドルフレーズだよ、ね、月からの使者、かっこいいね。はい、であとはクラス A なんですけども、まあ条件としてはポイント数が1万1000以上で、勝利数が28ということで、今僕は12回勝利したのであと倍以上勝利しなきゃならないということで結構時間がねかかります。ちょっと無理なので、今回動画にはしませんけども、アイドルフレーズ月のお姫様っていうのとヘアカラーミルクティーブラウンっていうのがもらえますので、ぜひやってみてください。あとはランキングね、上位に入れるといいですね。それではまた。